I love you. はい、どうも、小橋です。まあですね、とても緊張している中でね、撮影をしております。何に緊張しているかっていうとね、小橋大学院チームですね、他のチームよりも一足早くね、2月4日に最終戦迎えます。最終戦、小橋ね、出場するんですけどね、そこにね、勝てば、まあ、暫定ですが、リーグで3位に上がる、チャンスがあるというところでね、とても緊張してるんですね。もうずっと最下位だったんですよね、後半ね。まあ、本当にね、チーム最年少のね、ケダンさんのね、まあ、本当に、公の場デビューみたいなね、あの日にね、勝ってからね、すっごい勢いながらついてきてね、あれよあれよとね、最後ね、まあ、こっちも中3位のね、チャンスがあるんでね、緊張しますが、頑張りたいと思います。まあ、配信の時にはね、もう結果出てると思うんですけどね。はい。で、そんな中、小橋何するかっていうとね、緊張ほぐすために、全く慣れてないチャレンジについて語りたいと思います。うん。チャレンジね、前にも言ったように、小橋ね、本当に素人です。チャレンジに関しては。うん。で、そんな中でね、まあ、要素は2つ。1個はね、複合ボール、何かの5と3のね、ボールですね。まあ、特にね、この18番倒すとボールがね、複合ボール、レベル5と3の複合ボールが出やすい。まあ、出る確率が一番高いってところでね、そこ狙う。っていうのとね、あと今回ね、ちょっと思ったんです。この10番ですね、まあ、ミンゴの中で一番距離が短いパー4ですね。ここを、今ね、はい、ドロップ率 80% って出てるんですけど、例えばね、ここね、全部、運のマックスのものを身につけます。はい。で、さらに、ギアも、もうね、このね、運マックスでしちゃいましょう。例えばね、このビッグフライっていうね、シルバーのやつでやってみてもですね、これで10番ね、行くだけで、100%、今ちょっとじっくり見せられなかったな。小橋の場合ね、これでね、運がね、750いくつになるのかな。で、100% になるんです。うん、だからドロップ率がかなり上がる。で、かつね、たまにね、こうやつね、いいプレイするんですけどね、基本的には勝てる。届きますしね、ドライバーでね。うん、これのぐらいね、大体勝てる。たまにウルトラショットとかしてくるんですけど、これも多分だいぶオーバーすると思うんです。うん。なので、落ち着いてやれば勝てるんじゃないか。まあ、イーグル取ります。イーグルもね、確率5割以下じゃないかな。つって、ここまじ、パッと外したらね、元も子もないんですけどね。めっちゃ緊張してきたな、急に。危ない危ない。ね、これね、パーツってところで、うん。どうでしょうね。ドロップ率 100% になってますが、アイテム出なかった。まあでもこうやってね、運によるドロップ率 100% ですからね。うん。っていう攻め方が一つ。ただね、なんか今回ドロップ率、アイテムのドロップ率がね、アイテム、ウェアのドロップ率がね、いまいちっていう情報もね、聞いております。で、まあもしくは、ここのね、18番ですよね、やはりね。うん、まあ、そこはね、小橋ね、まあ、藤松さんと、あとインパクトが大事になるので、グランドショットの2、あった、これを、入れます。で、かつ、ウェアもね、このね、運がね、マックスのところで、雨ですもんね。雨なので、このぬかるみ得意と、不屈の精神の組み合わせで、雨で 100% で打てるようにしています。それにするか、で、小橋、なぜここ雨対策にしてるかっていうと、藤松さんが、超ジャストチャンス3あるので、で、これ台なのでね、それだけでね、ジャストチャンスだけでね、40% アップなんですね。うん、で、
ここをパーセンテージアップのスキルをウェアで身につけてもいいかなっていうふうに思いますね。あのジャストチャンスとかね。うん、そこはね、皆さんのね、お使いのギアであったりとか、もしくはギアでね、多分藤松以外にもね、ジャストチャンス系あると思うので、そこで狙うっていうのもね、ありかなっていうふうに思いますね。さあ、皆さんは、どういうふうに対策していきますかね。まあ、詳しいはね、素人ながらこうやって対策して、もちろんね、ほんともっといいね、攻め方とかあると思うんですけどね。これが小橋の限界ですね。さあ、どこに落とせばいいか問題もありますもんね。とりあえずわからないで、ここら辺でね。今回ね、ジャストインパクト 60% っていうのは、結構個人的にはラッキーなのかなっていうふうに思いますね。というのもね、結構跳ねますね。はい。大体第3打で、終わると思うんです。イーグルの場合。つまりね、1回はね、ミスができるインパクトね。これはね、ちょっとね、ありがたい。前回とか 70% ってね、基本的には全部ね、打たないといけないっていうね、ジャストインパクト打たないといけないっていうところですかね。さあ、ここがね、風がね、風のスキルもあった方が、風読みのスキルもあった方が本当はいいかもしれないですね。さあ、ジャスト今しっかりできました。さあ、あとは風次第ですがね、対戦相手はね、ファインショット。これはまずい結構風でね、来ましたね。やばい、これ決められたら負けますね。決めるんだよな。止まれ。よし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 。さあ、小橋はここ確実に決めないとね、本当にね。お願い。よしよしよし。もうね、動画でこういうとこ見せたらね、もうともこもないですからね。はい、なんとか勝ちました。何かもらえるかな、何にも。運によるドロップ率は 80% でした。うん。これがね、またストレス溜まるんですよね。って言った感じの、チャレンジ動画でした。最後、ちょっとガチャやりますかね。48時間ね。これね、48時間、マインドとかのね、出現割合がね、高いんですよね。これは嬉しいですよね。うん、そこもいいですけど、小橋はやっぱり藤松さんなので。プラチナ2つかな。ここでサクッとね、当たっちゃったらね、いいんですけどね。まあ、ほんと TV 前の景気づけに、当たってないかな。まあそううまくいかないですよね。まあね、前回ね、軸層のね、ボールが当たってね、ボールだけだとね、何の意味もないですよね。まあ、ただね、セットになるためにはボールも必要なんでね、当たりは当たりですよね。なんか間違えたことをね、言ってるのかなーって思ったり思わなかったりなんですけどね。わお今更これもでも当たりは当たりですよね。ねえ。やったです。フリースをゲットしましたね。これは。うん。ボール持ってますね。確か。いや、間違いなく持ってますね。50ヤードアップの、で、反発の、なるほどですね。まあ。うん、はい。いいんじゃないでしょうか。あるに越したことないじゃないですかね。ですね。そう、さらに行けますかね。雪だるまのその出現のね、引きをね、藤松に、ね、お願いしますよ。お願いしますよ。さあ、ダイヤモンド。あれもうないっけ。はい。いやー。お、一気にいったねー。プラチナが4つぐらいいったかな。1つ目ジョーカー、2つ目チョーチン、
3つ目、メデューサ来たぞ。おー、さあそして4つ目、メデューサは来たね。これこれのね、まあボールが当たったんですけどね、ちょっと見てみましょうね。お、50ヤードアップの低反発。ああ、なるほど、クラブ持つと55ヤードアップの低反発。ああ、いいな、クラブも当てたいね。で、ボールだけだと、まあ、低反発の、まあ、チャレンジ系なんですね。クラブ持つと、いいですね。ジャストパッド。これはボールだけだと発動しないのか。パッド時、ジャストイン成功で、パッドコントロール値かける 100% の、パッドコン、どういうことこれ。めっちゃ欲しいじゃん、クラブも。ねえ。ちょっと、おまけの、もう一回、もう一回か。外れや。いや。順当ですね。新しいクラブをね、どんどんゲットしてるっていうところね。しかもね、ワールドを持ってるから、そこをね、そこを外して、どんどん新しいの引いてるところが大変よね。ドゥドゥーン。あ、まあ、結構感じまきたらやめようと思ったら、またやね。シルバーゴールド。さあ、ラスト。またシルバーゴールド。お、いいね。さあ、10万割らなかったから、もう一回やるかな。これじゃ。やるかな。さあ。おー、このリムジンのだから2回出てる。これ。あ、もう一個あったんだ。まあ、でもこれは、持ってるやつですね。お、いいね。この回で終わりにしましょう。プラチナ3つかな？まあ、当たんなかったらね、もうね、またね、埋蔵金投入ですからね。お願い。ジョーカーもさ、おめえ、おーしゃー、おーしゃー、おーしゃー、イジクソーセットになりましたぜ。イエ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 イ。藤松はね、藤松はダメだったけど、ジクソーセットになったぜ。無風低反発、雨の時にいいのかなね。55ヤードのランニングショット、ランニングショット2回打てるのはね、でかいかもですね。で、超ジャストチャンス、おお、50アップジャストチャンス、ああ、なんか行かせそう。よし、ジクソーもさ当てるぞ。はい、っていった感じです。じゃあ、P リーグ、頑張ってまいります。以上です。コシーでーした。はいはい、動画終わろうと思ったんですけどね、このね、ジクソーセットがね、めちゃくちゃ有能でね、ちょっと、紹介したくてね。これね、ジグソーショットですね。これね、今ね、まだね、レベル上げしてないんでね、まだ405ヤードですが、本当は406ヤード。で、ランニングショット、まあ、藤松のクラブと一緒ですね。んで、打てるっていうところで、まあもちろんでかい。とね、超ジャストチャンス3なので、ジャストインすれば 1.5 倍。しっかりしろよ。できた、できた。ね、というところでね、このポイントもでかいっていうところが、
一点、まあこれじゃあ藤松と変わんないだろうっていうね意見もねあるかもしれないんですけど、それだけじゃないんですね。本当にびっくりなのがこのねマスターピースっていうね、スキルなんです。今あのノーザンのね、ホール9位来ております。極寒と低反発が合わさってるので85%から86% ですね。これがマスターピース、無風です、低反発です、そしてボールコンディションが大幅に良くなる、きますよ 100% になるんです。すごくないですか。でこれが、2回打てる、めっちゃ有能やんみたいな、無風だからね超ジャストチャンスついてるのにジャストインパクトは失敗、若干左ブレね、これはということなんですけどね、ここのねホールキーをね 100% でね打つことができるっていうね、低反発ですからね、しかもね、おー、せっかくの超ジャストチャンスが生かせるというところなんですけどね、うん、すごいじゃないですかね。なので、まあね、ここからは、そのね、冒頭にね、ちょっと字幕で載せたね、ことになるんですけど、まあね、前回の動画で、ですね、ツッコミをね、すごいね、いただいたコメントはね、もうありがたく、むしろ大歓迎っていう感じでね、ほんと、ケダンさんであったり、メンタムさんであったりね、ほんとコメントいただいてありがとうございますっていうところなんですけど、まあ、何をもって、あたりっていう風なのを捉えて、まあ、前回のジグソーボール、あたりやないやんって突っ込み風だったら全然いいと思うんです。ただ、もうね、Google さんの方かな、まあ、YouTube さんの方なのか Google さんなのかわかんないですけど、がジャッジして、非表示削除されたコメントがあるんです。すごい、ただなので皆さんには見れません。ただ通知は来るんで、小橋の元には残るんですけど、表示されなくてよかったなって。まずその方ね、本名っぽい名前だったんですね。うん。それをね、こうね、小橋の動画もこうね、一定数の方ご覧になられるんでね、その方のまあね、本名であったり、本名のお名前であったりっていうね、その内容がね、公開されなくてよかったなっていう。はい。って言ったところでね、うん。でね、ただね、気になったのがね、その方ね、めちゃくちゃ私の動画見てくださってるみたいなんですけど、それを見て毎回ストレスを溜めてるらしいんですね。うん、なんかね、ストレス溜まるなら、見ない方がいいのではないかなっていうの方が、小橋からのおすすめなんですけど、どうでしょうかね。うん、まあね、ちょっと前のね、苦しむ必要はないゲームなんだからっていうのをね、コメント残す動画をね、アップさせていただいたんですけど、本当それと同じだと思うんです。うん、なので本当に、より多くの方にね、見てもらうというよりは、小橋の、動画で楽しんでもらう方に見てもらいたいなと思って、これからもね、配信していきますのでね、いう感じです。あ、ちなみに、これは何度もお伝えしてるんですけど、この動画に上がる、広告はすべて、Google さんの収入の方に上がって、収入源となっておりますので、小橋のは、無利益で今後もやらさせていただきます。以上、小橋でした。